<Welcome> 皆さんこんこにちはジュディ・グです今日はですね私の友達のお話をしたいと思うんですけれども、えー、ふるさとが台湾で一緒で,で日本に来て歌を歌って非常にあの有名になりものすごい生涯だったと思うんですねその人の名前はテレサ・テンです。テレサが 日本に来る前に、に実は私は日本のあの台湾に映画を撮りに帰った時に会ってるんです。その時彼女15歳、私18歳。台湾の映画は初めての時代劇でかなり緊張している中で、なぜか私のあのさよなら17歳という曲が流行ってたんですね。おかしな、歌にも来てないのになんだろうと思ったらテレサがその中国語版を歌ってくれてたんです。 わあなんて可愛い声と思って会いたいなって言ってたら助監督の人が粋な計らいがありまして「じゃあおか」っていうことでホテルの、えー、ラウンジみたたいいなところでお会ししましたあのね可愛か,かった赤いベレーかぶってちょっとだけフレアなスカート履いて喋る声も本当にね「密」みたいな声です。 よくあの中国では彼女の声を蜜のような声だっていうんですけれども黒蜜が流れてるみたいなこう丸い甘い甘声なんですよねそれで「いつか日本に来るの?」なんてお話をしてて本当に日本に来てそして数々のヒットを彼女は飛ばしていくんですけれどもその頃よくまた日本で会いました。残念ながらお互いにに忙しかったので一緒にご飯 食べるということはなかったんですが、お部屋が一緒とか、それからその最近何をしているとかいう話をした中で、私って今までね、2時間歌ってると喉痛くなったのに、アメリカに行ってそのボーカルトレーニングをしてきたって言うんですね。そうしたら2時間歌っても全然喉痛くないの言うじゃないですか。何何それって私もすごく興味を持って、どういうふうなトレーニングって言ったら。 ウォームアップっていうのっていうか、あ、なるほど、ウォームアップする。テープ作ってあげるって言って、テープをいただきまして、うーん、うーん、みたいな、もう歌とはほど遠いことをやるんですけれども、それでその、あーってここに音をぶつけるとか、体のどこから、 こう、ひぶかしてくるとか、そういう話が、中に入ってるんですね。英語でしたけれども。で、それ聞きながら、あ,あ、いいなと思って。旅に行った時に持って行って、なくしちゃったの。で、なくしちゃった、もんや、また、でも、彼女も台湾行った、日本行ったり、だから、忙しいし、どうかなと思って。で、また会うことがあった時に。ごめんね、なくしちゃった、大丈夫、すぐ作ってあげるからって言って。作って送ってくれました。いい人だと思わない?。 本当に、ね、優しいで優しいけど自分の信念がはっきりしてるんですね自分はこれが役目って言ったらもうそれがきちっとしていてそれでまあ私にとってみたら本当に戦友みたいな人でお互いにふるさとを離れて日本に来てこの土地で歌を歌ってヒットさせてでまたふ,ふるさとに帰って歌ってまたツアーをするというとてもこう戦友みたいな というイメージが私にはあるんですねで一時期その彼女の,その発言によって中国のテレビには出ていけないつまりボイコットされたんですねで聞いちゃいけないって言われながらもみんなこれでお知れなの中で聞いたりなんかしてテレサのその何て言うんでしょうか「何時純沙来」っていう歌ですけどもそのえ日本語では何て言うのかしら「君いつまた来たる」っていう渡辺浜子さんも歌ったし リコーランも歌ってあの当初一回流行ってテレサが歌ってまた流行ったんですねその「フル・ジュン・ザ・ライ」という歌をあの歌ったんですがそれを聴いちゃいけないって言われてみんなで当にこに隠れて聴いてるファンがずっとついててでこの頃になって彼,彼女のことをまたあ改めて認めるというかそしてなんとテレビ番組で「シャオ・テン・リュ・ジュン」 ちっちゃいって書くとのようなっていう意味なんですけれどもとかまあもどきにはならないけれどもテレサテン崇拝者の人たちがその自分たちもテレサ天皇のようになりたいって言って歌手になった人たちいるんですね全部の一つの祭典で番組ができたんです何十人いたかしらもうみんなが出てくるんだけど本当にテレサに憧れてこの人たちを歌を歌ったんだなそのテレサの 歌い方が非常にに彼女らの中に入ってるんですねでもう一つあの中にエピソードがあったのが一人の女の子テレサ・テンがすごく好きで彼女のその考え方が好きで,で自分が問題にぶつかった時にあこの時テレサはどう考えるんだろうきっとこう思うんだろうなと思ってその判断をするというか、えー、道を決めるとかいう。 すばらしい存在だと思いませんそういうふうな存在に今テレサはなっていますそして彼女の歌はもう永遠にこれからどんな形でもいろんな人たちが歌いながら、えー、この世の中に残してくれるんじゃないかなと思いますが私も彼女の心をこれから歌っていきたいと思いますカバーレコードで「あのラスト・ラブ・ソングス」というのをこの間まあ 数年前に作ったんですが、その中で、えー、テレサの償いという歌を歌いました。で、これをの償,償いを、彼女がまたね、あの甘い声で歌うんですけど。私は私なりに、彼女の顔を思い浮かべながら、舞台では歌わせていただいてます。まあ、テレサはいつまでも永遠ですのよね。きっと天国で、私たちを今見てくれているんじゃないかな。また歌っている時には来てくれているんじゃないかなと、そう思います。今日は。 私ののおお友達、テテレサテンのお話をしましまた。登録してくださいね分かんないといけないあのクリックをすると「登録しますか?」って出ますからコメントを入れていただいたらお答えしたり励みになりますので是非ともお願いします。それでは、チャオ